皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ。今回のテーマをお送りします。南海トラフ地震、関連死、7万6千人可能性、東日本大震災の20倍化。地震の後の避難生活による体調の悪化などが原因で亡くなる、震災関連死。南海トラフ巨大地震が発生した場合の死者数を専門家が試算した結果、最悪の場合、7万6000人に上る可能性があることが新たに分かりました。国の被害想定には具体的な人数はなく、専門家は大きな犠牲が出る可能性を踏まえ、社会全体で対策に取り組む必要があると指摘しています。震災関連死。東日本大震災では3789人、去年3月末時点。大きな地震の後、生活環境の悪化やストレスが原因で亡くなる震災関連死は、12年前の東日本大震災では去年3月末の時点で3789人となるなど、過去の地震で相次いでいます。一方、国は南海トラフ巨大地震が起きた際の最悪の場合の死者を32万3000人と想定していますが、震災関連死はこの中に含まれていません。震災関連死はどれほどの規模になるのか、災害事例の分析が専門の関西大学の奥村義弘教授は、過去の災害時に避難した人の数と関連死の発生件数との関係から初めて試算しました。その結果、最悪の場合、7万6千人に上る可能性があることが分かりました。東日本大震災のおよそ20倍に上るという結果です。この試算は、全国でおよそ950万人の避難者が出た想定で行われました。奥村教授は、多くの死者が出る試算について、広い範囲でインフラに被害が出て停電や断水が長期化する上に、避難所や自宅での避難生活が長引き、適切な医療や介護を受けられない状態になることが大きな要因として考えられるとしています。その上で、関連死の原因は多岐にわたっていて、一人一人を取り巻く環境を変えていかない限り減らせない。大きな犠牲が出る可能性を多くの人が認識し、社会全体で対策に取り組む必要があると話しています。フローチャート分析で見えたのは、例えば東日本大震災の際、宮城県気仙沼市で震災関連死と認定された人のうち109人の記録を分析したところ、死因の 70% 余りが肺炎などの呼吸器系疾患と心不全などの循環器系疾患で、その要因は複雑に絡み合っていました。こうした事例を集め、死因と死につながる間接的な要因などを結びつけて可視化するフローチャートを作りました。その結果、改めて見えてきたのは、避難生活の環境の悪さが関連死につながった可能性があることです。今回の内容ここまで終わりました。遅れ、他の内容を参照してください。ありがとうございます。